はい、それではまずはじめに内側縦アーチのストレッチの方法をご紹介します。内側縦アーチを形成する、屈筋群、後頸骨筋をストレッチすることによりバスケットボール選手に多い新スプリントや測定筋膜炎の怪我の予防につながっていきます。まずはじめに自分の指を全部自分の方向に、体の方向に向かってゆっくり引っ張っていきます。それと同時に側部は同じように体の方向に背屈していきます。これを同時に行っていきます。指をしっかりと自分の方向に引っ張りながら側部も体の方向に近づけていきます。自分の測定筋膜がストレッチされているのを感じながら行けるところまで引っ張って10秒ほど停止していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これを自分で行いながら3セットやってみましょう。